はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりに Get Ready With Me を撮っていこうと思います。今日はアパレルの打ち合わせがあるので、いろんなお話をしながら準備をしていこうかなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあメイクからやっていきたいと思います。あ、そうだ、今日はね、前なんかちょろっとストーリーでもあげたりしたんですけど、新しいアイシャドウパレットを買ったんです。ジューシーの16色パレットあるじゃないですか。あれが私すごい好きで、なんか新しい色欲しいなと思って見てたら、すごい可愛い配色のパレットがあって、それをね買ったんですよ。初めて使おうかなって思います。 Amazon で買ったんですけど、実際見た方がちょっと色味が薄い気がしました、私的に。そうだ、みんな年末何してましたか？私もこの前の Vlog あげたと思うんですけど、私の年末年始はあんな感じでした。実家にも帰れて、年末にお父さんとお母さんこっちに迎えに来てくれて、車で迎えに来てって言って迎えに来てもらって、もうなんかすごいゆっくりしました、今年の年末。動画を見てもらったら分かると思うんですけど、毎日毎日ゆっくりと過ごしましたね、久しぶりに。結構いつもなんかどこ行ってもインスタとかの写真撮らなきゃみたいな感じで、すごくなんか仕事脳だったんですけど、趣味でもありますけど、すごい仕事脳だったなと思って、ちょっと今回はそういうのを一回忘れて、まあ動画撮影はしてましたけど、ずっと回してたわけでもないし、なんかちょっと一回忘れて楽しんでみようかな、ゆっくりしてみようかなと思って、久しぶりになんかゆっくりできた気がしますね。で、今これが撮ってるの12日なんですけど、ちょっとまだ年末年始の感じが抜けてなくって、なかなか抜けないですよね、当分。いつもこうなるんだよな、なんか年始さあ頑張ろうって思うんだけど、でもなんかその年末年始感が抜けずに、なかなか気持ちが切り替えられなかったりするんですけど、まあ頑張っていきます。で、そう言ってたアイシャドウパレットがこれです。 A04 番って書いてあります。まあこの柄、この柄のやつ、何の柄ですかね、これ、わかんないけど。で、中がねこんな感じなんです。めちゃくちゃ可愛くないですか？まあ、すごい使いやすい色味がバーって揃ってて超可愛いと思って、これをね使っていきたいんですけど、どうしよっかな。私さ、このカラーがめっちゃ気になってるんだよな。これめっちゃ可愛くないですか？なんかピンク、ゴールド、ネイビーっぽいブルーみたいなのが入ってて、めっちゃ可愛くて、これをちょっとメインにして使ってみようかなって思うので、まず土台から、色、この色から塗っていこう。なんか昔よりも私メイクを冒険することが少なくなってきちゃって、最近とりあえずなんか定番のメイクをやろうっていう感じになっちゃうんだよな。だから昔みたいにもっとメイクも楽しみたいなとか思いつつ、でもなんかなかなかやっぱ一回漏れるメイクを知ってしまうと、アイシャドウの色を変えたりとか、リップの色をちょっと変えてみたりとかはするんですけど、次これ塗ります。なんだろう、なかなかちょっと冒険をしづらくなってきましたね。おつまになったのかな。だからちょっと久しぶりの冒険的な、冒険チックなメイクなので、ちょっと楽しみ。やっぱズッシーのアイシャドウパレットって本当は可愛いよな。じゃあこれ塗ってみます。でもそんな色はつかない感じかな、やっぱこんな感じ。土台をしっかりと色がついたものを使った方がいいかも。あ、可愛い。なんか何とも言えないカラー、マーメイドっぽいカラーって言うのかな、配色的に超綺麗。可愛い。これゴールドのラメ入ってるけど、ちょっとシルバー寄りなのかな。塗ってみると全体的にシルバーラメっぽく見えるかもしれない。あ、そう、さっきもちらっとお話ししたんですけど、年末年始の Vlog があったじゃないですか。あれマジで過去一ってレベルで編集するのに時間かかりました。3日間ぐらい合計でやったんじゃないかなまあそんなぶっ通しじゃないですよ、もちろん。マジで3日ぐらいかかりましたね。まあ、まずデータが結構たくさんあって、すごいね長い動画だったと思うんですけど、カットにも時間かかりますし、その分やっぱ動画も長くなっちゃって、最近割と長めの動画、20分超えの動画とかは多くあるんですけど、1時間ぐらいの動画っていうのは、一回なんか作業用の動画でマジでただ私が編集するみたいな感じの動画上げたんですけど、がっつりこう編集をして1時間の動画っていうのがなかったので、めっちゃ大変でした。モザイクがすごい時間かかっちゃって、だからそういう面でも私は結構あの動画気に入ってて、まあ、Vlog なのでゆったり楽しんでいただけたら嬉しいなと思うんですけど、本当にあれは時間かかりすぎて腰がバキバキでしたね。マッサージに行きたい今はでもやっぱゲストが多かったので、友達もたくさん出てくれたりとか、動画ちょっと回してもいいって言ったら全然いいよって言ってくれて、で出来上がったのまあ先に見せるんですけど大丈夫かなと思って、めっちゃいい感じって言って
疲れって言ってくれたりとかして嬉しいと思って思い出を残せるっていうのがすごくいいですよね。そういう時になんかすごく、あ、 YouTuber やっててよかったなって思ったりします。そうだ、今日ちょっと美容の話みたいなのもしてみようかなって思ってたんだよな。たまにねちょこちょこ話したりとかしてると思うんですけど、がっつり詳しくこういうのやってますやってましたみたいなっていうのを話したことなかったので、ちょっと今日は顔面課金と言いますか的なお話もしてみようかなと思うんですけど、私がやったことあるのが普通に顔のマッサージとかコルギとか、なんか骨をこうグイグイやるやつとか、あとはハイフか、エステハイフ、あと医療ハイフもこの前初めてやって、あとボトックスもやってて、あと美容針かもやってっていう感じか。まあなんか細かいところでいくと眉毛サロンとかまつげパーマとかまつエクとか、あと毛穴洗浄とかもやったことあるか、お浜のあるんですけど、今続けてるっていうかこれからもやりたいなとか、まあ、実際に今続けてるものもあるんですけど、で言うと美容針はもうね何年だろう、すごい通ってます。多分一番長いんじゃないかな美容針で。この前動画でもちらっと話しましたけど、ボトックスを2回目やってきたのと、その時に一緒に医療配布もやってきましたね。ボトックスと医療配布に関しては1ヶ月ぐらいで効果が分かるみたいな感じで言われてるんですけど、クリスマスイブにやったのでまだね2週間ぐらいかな。結構ね今の段階でも効果感じてます。私昔からエラがすごくて、それでめっちゃ顔がでっかく見えたりとかっていうのが悩みだったんですけど、ボトックスは結構やっぱ効きますね。ここに打つんですけど、このエラの筋肉を緩ませてくれるので張りがちょっと抑えられるみたいな。一回やってみんなにも顔知ってしましたって言われること増えたし、自分でもすごい効果を感じてたので2回目をやってきました。だからエラがすごい気になっている方、輪郭が角張ってる輪郭の方とかだと骨をやるわけじゃないのでそれ以上は難しいかもしれないですけど、なんか食いしばりとかでここが張っちゃってっていう方はボトックスはいいと思います、まあ、ただ3、4ヶ月ぐらいで効果が切れちゃうので定期的にやった方がいいっていうのと、あんまりやりすぎても良くないらしくて、やりすぎてもこうたるんできちゃう、やっぱ筋肉がなくなってきてたるんできちゃうので先生と相談したりとかしてやるのがいいとは思うんですけど、私もまあもう少し続けようかなって、ある程度やると打たなくても大丈夫みたいな時が来るって言われているので、私もそのぐらいまでやれたらいいなとは思ってます、まあ、ただお値段がやっぱり結構するので、でも本当にその分だけの価値はあるかなって私はすごく思います。やっぱ全体的に顔がキュッて見えるから気分的にもハッピーだし、私はやってよかったです。でボトックスはね痛みがすごいなっていつが痛いかっていうと、やった後とかじゃなくって、私はやってる最中ボトックス打ってる時が結構うーって毎回なるんですよね。ちょっと苦手なんですけど、結構私ね痛みとか強い方だと思うんですけど、私も痛いなって感じるから、痛み弱い方とか、注射なのでボトックスって注射が苦手な方とかはちょっとおすすめしないかな。この筋肉にブスって刺してやるので筋肉注射みたいな感じか、4箇所ぐらいかな、片方4箇所ずつぐらいやるので結構ねおおできますよなんかやってピーって入れる時にメリメリメリって言うんですよ。多分みんな言うよねあれやっぱその筋肉にやってるせいか、なんかすごいブチブチブチみたいな感じになるんだよな。びっくりした最初、大丈夫と思って、なんか壊れてない組織と思ったけど、そういう目的かと思って、であとその時一緒にやったハイフ、この前初めてやったんですよ医療ハイフを。エステハイフは結構私何回かやったことあって昔に、エステハイフもねやっぱこう回数を重ねていくうちにどん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 シュッてなっていくみたいな感じでしたね。医療ハイフの方がやっぱり威力が強いと思うから、回数とかもうエステハイフよりも重ねなくても効果は実感するんじゃないかなと思うんですけど、エステハイフはマジでもうあったかいなぐらいですスーって終わるんですけど、医療ハイフはねもう割とずっと痛かったとね、どこが痛かったの？なんかここら辺がすごい痛かったですね、このフェイスラインら辺が。やっぱりなんか骨が近かったりとかすると痛みを感じやすいらしくって、ずっと針でチク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 ってやられてた感じ、細かくやってる最中チク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 みたいな、あれがね結構痛いんだよな。なんかまあ冷やしながらやってはくれるんですけど、どん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 続けてやっていくとすっごい痛くて、もうマジで声が出そうになったんですけど我慢して、で我慢してたら、あ、なんか痛みも強いですねとか言われて、いや全然痛いんですけどとか思いつつ、結構みんななんか痛いとかなるらしくて、まあでもその分ね効果はすごいあると思うので、私もクリスマスイブとかにやったから自分のご褒美とかやってみてもいいんじゃないかなって思います。そう、なんかそれをやってたせいかお正月めちゃくちゃ食べたんですよ私。ほんと
毎日毎日、私の家族はお寿司が大好きなのでほぼ毎日お寿司を食べましてお餅はね今年あんまり食べなかったんですけど、お餅大好きなのにお寿司をめっちゃ食べましたね。結構もう炭水化物炭水化物みたいな感じで割と食べていたんですけど、クリスマスにやってたのでそこまで、もしくはシュッとしたんじゃないかなっていう気がしてます。みんなお正月太りしました？私はねなんか意外とそんなに激太りはしなかったですね。まあ1、2キロぐらい、1、2キロ私的に誤差だと思ってるので生理前とかだいたい1、2キロとか余裕で増えるから1、2キロぐらい誤差かなと思ってるんですけど、そのぐらいでしたね。3キロぐらいいっちゃうとちょっとやばいなと思ったんですけど、一周行きそうになったんですよ。一周行きそうになったけどなんとか持ちこたえて、ほんともう1、2キロぐらいで収まりました。正月っていうか、まあ、冬が太るんだよな。代謝がやっぱ下がるし、冬の食べ物私大好きなのでめっちゃ食べまくっちゃって、毎年毎年冬がねすっごい太っちゃうんだよな。実家に帰るとご飯が美味しくて美味しくてで出てくるし実家に帰るとみんながもてなしをしてくれるのですごいねいっぱい食べちゃうんですけど、まあ今はもう自分のお家に戻ってきたのでちょっとずつまた元の食事に戻していこうかなって今頑張っております。ちなみに最近の食事はでもそこまで厳しくはやってなくって、大体の1日の食事は朝は焼き魚、最近はサバが多いかな、今日もそうだったんですけど、オートミールご飯を最近食べてて、オートミールご飯にねちょっとハマってる今。意外とお米っぽいんだよな、しっかり。私オートミールの味もすごい好きだから全然それだけでも食べれるんですけど、でその後デザート、なんか最近食後のデザート食べないとダメになっちゃって、なんかわかんないけど甘いものがすごい好きで今いろいろね食べちゃうんですよ。でもそれもちょっと気をつけようと思って、今日は素直のあのアーモンド味のアイスを食べました。あれ本当に全然美味しいんですけど、80キロカロリーとかなので糖質も抑えられてるし脂質もそんなになかったかな、普通のアイスに比べると。だからそれをね結構毎日食後のデザートで食べてます。お昼は割とね好きなの食べるかな、ウーバーする時もあるし、ちょっと近くにご飯食べに行ったりとかもしたりするし、たまにオートミールご飯また食べてなんかちょっとメインとか食べたりするんですけど、割とお昼は好きなものを食べてます。だから結構ストレスフリーで、夜は割とヘルシーなもの、鍋系とかスープ系とかなんかお野菜も取れてみたいな、ヘルシーでみたいなやつを食べたりします。最近そうだ、フルーツにハマってて、最近さなんかもうスーパー行くとブワーってまず最初の目に飛び込んでくるのがイチゴなんですよ。今イチゴの季節じゃないですか。私イチゴ大好きで、うわイチゴ狩り行きたいイチゴ狩り誰か行きません？そうだからそのイチゴを買っちゃうんですよ。だからイチゴ食べたりとか、リンゴも私すごい好きで、そうだ、あ洗濯物が終わった、あ電気ついてるそっちの部屋そう、リンゴも私すごい好きで、リンゴも冬ですよね、旬が。だから食べたりするんですけど、私リンゴは大好きなんですけど梨が食べれなくって、結構なんでって聞かれることが多いから、同じ人いないのかなと思ってインスタのねストーリーにあげたんですよ。同じ方もいたんですね、すごいたくさん。ただリンゴが好きで梨が嫌いな方は、私割と梨の味もあんま好きじゃないんですけど、多分食感なんですよね、梨のなんかこうちょっと砂っぽいっていうか、後に残る感じがしないですか。リンゴはたまにそういうのありますけど、ちょっとなんかシャキシャキ感足りないなみたいな。でもリンゴのシャキシャキしたやつは、あちょっと髪の毛やりますね髪の毛やります、メイク完成したので、ね、そうリンゴのシャキシャキ感はなんかこう後に残らないからすごい好きなんですよ。そうで、でも私がなんかそうやってリンゴ食べれるけど梨食べれないんだよねみたいな感じでストーリーあげたら、え私その逆ですっていう方がいて、しかも結構いたんですよ、 DM が届いて。そうやってで、えっと思って、逆パターンもあるんだと思ったんですね、私その時に。これはちょっと面白いなと思って、どっちが多いんだろう実際と思ったんです。リンゴ派が多いのか梨派が多いのか。まあ私的にはやっぱ梨は食べれないけどリンゴは食べれるので、まあ多分リンゴ派が多いだろうなと思って。スーパーでも買いやすかったりするし、なんか実際リンゴ味とかのが多いから、やっぱリンゴの方が人気なんだろうなと思いながらアンケート取ってみたんですよ。そしたらダントツで梨派が多くて、私もうたまげましたえーと思って、結構
びっくりしたな、あれは。しかも 60%70% 近くいたかな、なし派が。まあ私のフォロワーさんのアンケートなので、全国民のアンケートとかじゃないから実際まあどっちがいいのか分かんないですけど、でも私のフォロワーさんだけでもこんだけなし派がいるんだと思ってめっちゃびっくりしました。それにでもなし味とかは意外といける。ガリガリ君のなし味とかあるじゃないですか、ああいうのとかむしろ好きですもん意味わかんないですよね。なし味とかになると食べれるんだよな。なんでなんだろうあれ。あ、そうだ、今日12日ってさっき言ったと思うんですけど、昨日が開運日でめちゃくちゃ強い開運日みたいななんか私ツイッターで見たんですけど、画像が回ってきて、なんだったっけ、なんか一粒なんちゃらみたいなのが重なる日みたいな、すごいいろんなものが重なる日みたいな感じで、なんかやっぱそういう日とかにお財布変えたりだとか新しいことにチャレンジしたりとかっていうのにすごい向いてるみたいな日が昨日だったんですね、11日で。私それを知ったのがその11日の3日前とかで、え、マジ?と思って。で、私ずっとね、財布をかれこれ何年だろう、4年ぐらい4年目とかになるのかな、同じ財布ずっと使ってて、それがなんか友達にもらったビビアンの、結構私の YouTube 見たりとかしてくれてる方はバッグの中身とかでも見かけたことあると思うんですけど、おなじみのビビアンの財布、すごいねコンパクトでめっちゃ気に入っててずっとそれ使ってるんですけど、そろそろ替え時なんじゃないかと思って、自分的に新しいの買おうかなって思ってた時にそれを見たんです。そうなんだと思って買えたいなと思ったんですけど、それ知ったの3日前とかだったから急すぎてちょっと無理と思ってなんかやっぱ財布って結構まあいい年にもなりましたし、もうすぐ22歳ですよ、いい年にもなるからちょっとブランド物とか持ってもいいのかなと思って買いたいなと思ったんですけど、欲しいものもないし別にどうしようと思った。で、私的にポイントは今がすごいミニ財布みたいな財布を使ってるので、それに慣れちゃったから絶対ミニサイズが良くて、私普段バッグもちっちゃいから使い勝手が本当に良くて、でもなんかビビッとくるものもないしなと思って、無理に変えてもなと思って、でそのすごいいろいろ重なる日っていうのが何日間かあるんですけど、その中でも昨日はもうビッグなスペシャルな日みたいな感じで、1年の中でもすごいいい日みたいな感じで書いてあって、でその日がもう1日あるんですよ、3月26だったかなにあって、で3月26だったら私誕生日が3月17だから、あ、ちょうどいいやんと思って自分の誕生日に買おうと思ったんですよ。そう、でも財布バーって見てたりしてるんですけど、今もなかなかいいのが見つからなくって、だからみんなのおすすめを知りたいなと思って、しなさんこういうの好きなんじゃんっていうやつがあればぜひ教えてください。特に私そんなブランドとかこだわりもあんまりないから、割と可愛いなって思うものがあったらそれにしようと思ってるので、なんかもし知ってるっていう方いればぜひ教えてくださいっていう感じで、お話をしていたら髪の毛もできたかな、こんな感じで。今日はちょっとねウェーブにしてみました。あ、そうだ、私プロミロイルずっと使ってるんですけど、これ見てください、ポンプ式のやつにしたんです本当はこれキャップでやるやつなんですけど、キャップのやつがもうオイルが漏れて漏れてしょうがなくって、持っていくのも本当嫌になるぐらい漏れるんですよ。普通に日常に使う分にはまあその問題はないと思うんですけど、私すごい悩んでて、でこの前アベマの撮影があった時にメイクさんもプロミロイル使ってて、あ、同じだと思って見てたらポンプで使ってて、そのメイクさんがえっと思って、え、これってポンプ式あるんですかみたいな言ったら、無印でこのポンプが売っててそれを使ってみたらハマったのでとか言ってて、いいなと思って、私ももうそれ聞いて速攻無印に買いに行きましたね。多分無印の化粧水とかとボトルのサイズ感が同じなのかな、だからね何のかスーって入ったんですよ。ただねこのチューブがめっちゃ長かったんですよ、もっと、だからそれはまあまあバチって切ったんですけど、そう、でもこれにしてからね全然漏れなくなったので、やってみてください、もし悩んでる方いれば。はい、ということでこんな感じで完成いたしました。ちょっと髪の毛多分後ろの方できてない気がするけども、まあまあまあいいんでしょう、こんな感じですはい、ということで最後コーディネート紹介したいと思います。はい、ということで本日のコーディネートこんなんでございます。ガリガリ、もう冬ですね、すっかり。はい、まずこのダウンはですね、これはめっちゃ私気に入って最近すごい着てるんですけど、お父さんのお風呂です。お父さんからもらいました、ユニクロって書いてありましたね、ユニクロの多分めちゃくちゃ前のやつだと思うんですけど、メンズの XL とかかな、結構ゆったり着れるのですごい気に入って、あったかくて
これリバーシブルなんですけど、実は私はもうでもほぼホワイトをストーリーして着てます。中のこのトップスがアベマのやつですね。このトップスめっちゃ気に入ってます。生地もめっちゃ気持ちよくって着やすいし、袖がね冬とかあんまわからないんですけど、アウター着ちゃうから、袖がこんな感じでワッフル素材になってて、まあ、春とかはこれ1枚で着たりとかしても絶対可愛いです。でこのパンツもめっちゃ気に入ってるんですけど、今日初卸しのディーゼルのやつです。ディーゼルが年末年始でセールしてて、セールで買ったんですけど、これもメンズなんですけど、一番ちっちゃいサイズだったかなを買いました。めっちゃ可愛い。これがサイドラインがデニム素材でできてて、やっぱディーゼルって言ったらデニムだと思うので、それがすごい可愛いです。でシューズはこのランスターモーションコンバースのやつです。でバッグはザラのデニム素材のやつにしました。このサイドラインと合わせてっていう感じでございます。はい、ということでこんな感じで準備完了して、もうそろそろ時間なのでそろそろ行ってきたいと思います。今日も頑張ります。というわけで久しぶりの Get Ready With Me、 すごく楽しかったです。まだまだ話したいことがたくさんあるので、まあ、また Get Ready With Me 撮りたいと思います。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。